ニューエデンニュース。あなたをちょっと助けたい。ミルドット魔法ショップの提供でお送りします。こんにちは。ニューエデン各地で起こる様々な情報をお届けします。まずは、王とラプラスの教会で猫の赤ちゃんが生まれたお知らせです。昨年の夏頃から教会内に住み着き、礼拝客からも親しまれていた白猫が、先週5匹の子猫を出産したそうです。父親は町に住む黒猫で、白猫に会いに足しげく教会に通い、猛アタックしては追い返される姿が目撃されておりましたが、今回の出産は彼の恋が実った結果の授かり物のようです。教会のシスターは、小さな命の誕生を祝福する。過度な干渉はせず、子猫の成長を静かに見守っていきたい、とのこと。けれど、どうせなら出産の前に結婚式を挙げてあげたかった、ともこぼしていました。小さな夫婦を見守りたい方は、教会へお越しください。最後に、ニューエデントピックスです。ニューエデンで今一番注目されるものをご紹介いたします。ゴートウルフで新鮮な魚が振る舞われました。ゴートウルフのバザーエリアでベパールさんが取った新鮮な魚でお祭りが行われました。ベパールさんは日頃沖合で漁をしているそうです。この日は特に大量の魚を捕獲したとのこと。ベパールさんはダゴンさんに魚の調理を頼み、二人では食べきれないとバザーで屋台を出したそうです。取れたての魚は様々な料理へと姿を変え振る舞われました。魚を取ったベパールさんからは、お刺身で食べるのも大好きだけど、煮たり焼いたりするのも美味しいね。みんなにもいっぱい食べてほしい。とコメントをいただきました。魚の振る舞いは今夜まで続くようです。新鮮なお魚を食べに、皆さんバザーへ寄ってみてはいかがでしょうか。以上、ここまでがニューエデンニュースでした。この後は交通情報をお伝えします。交通情報センターからお送りいたします。交通情報です。西の都から森林街道の村をつなぐ道で商人の馬車が横転。積んであった大量の酒瓶が散乱し、撤去作業のため現在通行止めとなっております。幸いにも怪我人はおらず、破損した瓶もほとんどなかったため、お酒の匂いが蔓延する事態にはなっていないようです。撤去作業は順調に進んでおり、1時間以内には通行止めも解除される見込みです。次に、渋滞情報です。現在、遺跡の村とオアシスの町を結ぶ街道が2キロの渋滞となっています。以前より発表されていた新発見された遺跡の調査に向かう馬車の移動に伴う渋滞であり、発掘チームは街道の通行者に理解と協力を求めています。今後も定期的に発掘物の移動のため渋滞が発生する可能性があるとのことです。街道をご利用の方はご注意ください。この他の道路では目立った渋滞はありません。続きまして、工事情報です。老朽化が進み、昨年から封鎖されていた火山島の町の橋の工事が明日より始まります。施工期間は1ヶ月を予定しており、その後1年ぶりに橋の通行が再開されるそうです。この工事による新たな通行止めは発生しませんが、付近を通行される方は工事関係者の馬車に誤ってついていかないようご注意ください。以上、ここまでが交通情報のお知らせでした。この後は天気予報です。ここからはニューエデン各地の天気予報をお伝えしていきます。今日は各地、一日晴れが続く絶好の洗濯日和となるでしょう。ですが、
西宮湖周辺は天気が不安定になり、急な雨が降る恐れがあります。お出かけの際には傘を忘れないようご注意ください。その他の地域は週末まで晴れが続く予報となっています。今のうちにお出かけの予定を立てておくのもいいかもしれませんね。以上、ここまでが天気予報でした。続いては CM です。この時期は虫刺されが多くて嫌ね。虫刺されにお悩みのあなたにこれ、ミルドットがお届けする特製塗り薬。かゆい患部にさっと塗るだけ、即効きます。指ですくってささー、ひんやりして気持ちいい。あ、かゆくない。こんなにすぐ効くなんてびっくり。10種類以上の薬草を配合した薬効成分が患部にすぐ浸透。イライラしちゃうかゆみもこれ1本で解決。その名もかゆみ止めクール。これからの時期の必需品です。しかも今だけ特別、詰め替えタイプを1つ無料でプレゼント。以上、ここまではニューエデンニュース。提供はあなたをちょっと助けたいミルドットでした。オレイ、足上げてオレイ、距離飛ばせオレイ、じゃんけんぴょんのじゃんけんぴょん、じゃんけんぴょん、拳上げオレイ、ぶん殴れオレイ、茨城弁なら愛情中。